はい、どうも、宮間です。久しぶりですね。はい。もう虫たちにとっては、そろそろ越冬の季節になってきましたね。で、私も例年この時期は越冬するんですけど、動画を出さなくなるんですけど、今年は頑張ってみようかな。いやね、動画出そうとは思ってたんですけど、次に出す動画は、りんちゃんを出したかったんですよ。りんちゃん。私の動画をね、昔から見てる方はご存知だと思うんですけど、馬の助手がいるんですよ。私の助手。でね、りんちゃんとは長らく音信不通だったんですけど、最近ちょっとコンタクト取れて、久々にね、動画に出ないかって言ったんですけど、なんかちょっと仕事が忙しいって断られたんですよ。ちょっとあれですね。人間社会にちょっと馴染んでるみたいですね。生意気な。まあ、ということで、今回はね、ちょっと諦めました。で、りんちゃんを待ってたら、ずっと動画出せないので、もうちょっと、今回はいいかなということで。またね、人間社会が嫌になったら、向こうから連絡来ると思います。こうやってね、サタンね、こうやって筆でコショコショしたら嫌が喜ぶんですよ。ね、可愛くないですか？フリフリして。まあいいや。はい、ということで、何しましょうか？何しようかな。とりあえず久しぶりなので、ちょっと近況報告というか、私のブリードルームの様子というか状況というか、それらをちょっと紹介しようかな。よし、じゃあそれでは、なんとなく 紹介していきますので、よかったら見てください。はい、手始めにさっきカメラに映ってた子たちですね。はい、冒頭のサタンオオカブトですね。この子は103ミリかな？ 103 ミリあります。はい、いや最近ではね、100ミリオーバーでも小さいと言われることがあるみたいなので、まあ小さいんでしょうね。十分かっこいいんですけどね。はい、で次は、はい、こちら、ビソンノコギリクワガタですね。産地はイリアンです。いやー、これもいい虫ですよね。好きな種類です。はい、次こちらは虹色クワガタ。なんかね、紫っぽいですね。いやー、いい色してます。ちょっと青がかってもいますね。でも色なんてね、人によって感じ方は若干アバウトだし、まあ、これが何色と断定するのは難しい気はしますけど。はい、次これ。ギラファノコギリクワガタですね。この子何ミリかな？ 109 ミリだったかな？まあまあの大きさです。フローレストですね。ケイスケギラファ。やっぱギラファいいね。長生きするし。はい、次。これね、さっきのね、話しながら映してるやつで、出演させるはずだったんですけどね。アマミヒラタクワガタです。この子が出る前に話終わっちゃった。 あとね、もう一匹用意してました。アマミノコギリクワガタですね。この子は74ミリかな。いやー、アマミノコもいいですよね。はい、っていう感じで、さっきのシーンで出演した子たちでした。しなかった子たちもいるけど。はい、で、こちらがですね、アンタイウスの幼虫ですね。はい、たくさん取れました。少し前でツイッターでご報告させていただいたんですけど、まだ卵があります。孵化したらね、プリンカップに入れて、ここに順次置いていってます。はい、洗い物がちょっと溜まってきました。そろそろやんなきゃね。はい、で、こちらはサナギですね。はい、こちらの棚はですね、サナギ
のコーナーです。サナギの状態のやつを置いてます。で、孵化したら、こっちですね、こっちに移動させて様子見てます。で、自力で出てくるのを待つって感じですかね。うん、はい。で、こちらがですね、幼虫ですね。みんな幼虫です。ちょっと通路散らかってますけど、ところどころ空きが目立ちますが、今ね、産卵セットいろんな種類組んでるので、2、3ヶ月後にはね、ここパンパンになると思います。はい、こちら産卵セットの一部ですね。はい、まあ、こんな感じで、今ちょっと寒いんでね、温度をかけなきゃいけないやつはこちらの棚で、温度をかけながら産卵セット組んでます。で、こっちがですね、はい、今こちらのヒーターで温度をかけて発酵させているマットですね、木くずを発酵させてます。はい、もう一度攪拌済みなので、もう出来上がりですかね。うん、もう温度切っていいかな。はい、温度もね、今、落ち着いて今31度ですね。はい、こちら発酵のピークだと50度近くになります。でね、上の棚の方にはね、使ってないケースなどを主に置いてます。まあ、いろいろありますね。下の方に置いていた邪魔なやつを主に置いてます。こっち反対側ね、うん、こんな感じでいろいろあります。はい、こちらはですね、ミヤマクワガタの幼虫です。はい、今年ね、採集したミヤマクワガタを産卵セット組んで、そして取れたやつですね。はい、結構取れました。はい、100以上いますね、ここだけで。ここ2段になってます。2段、ね、ほら幼虫見える。うん、はい、私の育てる分はもう確保してるんですけど、それ以外にこんだけいます。はい、ちょっと飼育費埋めるためにも販売するかもしれません。もし売れなかったら全部育てますけど。はい、で、まだね、産卵セットあるんで、もうちょっと増えると思います。はい、ミヤマクワガタの幼虫は、現在このくらいです。はい、で、こちらがですね、これバークチップっていうのかな、いわゆる止まり木的なやつですね、クワガタの。はい、これ知り合いが使ってて、あ、いいなと思ったんで、まとめて購入しました。どのくらい購入したっけな、20リットル、40リットルくらいかな、いや100リットルかな、ちょっとはっきり覚えてないですけど、まあ、そのくらい購入しました。これまだたくさんあります。結構使えるんでね、気に入ってます。はい、で、こちらがですね、水苔ですね。水苔、乾燥したやつ。はい、普段はね、あんまり使わないんですけど、発送するときにね、結構重宝するので、気に入って使ってます。はい、で、ね、こちらもね、業務用のやつを、いつも買ってます。どのくらいかな、1回で多分300か400リットルぐらい買ってると思います。こうやってね、圧縮された状態で届くんですよ。圧縮された状態で、それをね、こうやって崩していくとこう広がるんで、それがね、だいたい300リットルぐらいなのかな、400リットルか300リットル。はい、まあ、これもね、ホームセンターで買うと結構高いので、そうやって、業務用を買ってね、お金をなるべくかけないようにしてます。はい、で、こちらがですね、成虫が置いてある棚ですね。はい、まあ、いろんな種類が今います。でも主な種類はね、最初に紹介した通りなので、まあ、あんな感じです。で、ここ洗い場の下なんですけど、ここにですね、ゼリーを保管してます。昆虫用ゼリーですね、餌です。主にね、この2種類を扱ってます。何グラムだっけ、何グラムか忘れたんですけど、このまあ、いわゆるスタンダード的なやつがこっちですね。こっちにたくさん置いてます。下にあるのが、下のケースがですね、このワイドってやつですね。うん、こっちもそんな感じで置いてます。上が、これスタンダード、下がワイドでね、予備としてこっちのね、棚の下の方にもこうやってストックしてます。ゼリーはね、切らさないように、常時ね、1000個以上持ってます。だいたい2000個前後ですね。うん、これで1000個を切ると、
1500ぐらい発注する感じですかね。うん、そんな感じで切らさないようにしてます。タイミングによってはね、ゼリーが売り切れで、どこも販売していないって時があるんで、そういう時にあーってこう悩まなくていいようにストックはたくさん持つようにしてます。はい、こちらがテーブルの端っこの方ですね。いろいろ置いてます。ペン、ピンセット、あと懐中電灯、こちら洋室をね覗く時とかに使います。はい、あとは、ナイフやカッター、筆ですね、あとセロハンテープ、ゼリースプリッター、あとゼリーを置いてますね。こちらのゼリーを使ってます普段は。でなくなったらストック分からこちらに補充します。で、グローブ、これがケースですね、幼虫入れるケース、割り出しの時に、はい、これノギスですね。こちらがキッチンペーパーです。ティッシュよりも強度が強いので汎用性があって便利なので結構使ってます。しかも安いですからね。はい、でこっちはですね、幼虫の食いかすですね。はい、幼虫を育てて、残りかすをこちらに置いて乾燥させてます。でその後ね、産卵セットなんかによく使ってます。はい、でこの下、この下、こちらですね、こちら冷凍庫です。ちょっと上どかしてみます。はい、こちらの冷凍庫開けるとこんな感じですね。容量的にはだいたい200リットルくらいかな。はい、夏のね、発送用の保冷剤とか、ペットボトルに水を入れて凍らせてますを保冷剤として使ってますね。あとマットのですね、保管っていうか、うん、コバエが湧かないように冷凍させるマットをこちらに入れてます。これ、凍らせてある保冷剤に使うペットボトルですね。こんな感じでいろいろストックしてます。もうね、寒いんでしばらく使わないと思うんですけど、はい、こんな感じです。はい、で実はですね、皆さんに紹介したい新しい仲間がいるんですけど、今ね産卵セット中なんですよ。ペアで、こちらにペアで入れてます。でね、オスがね上に出てきてないかなってさっき見たんですけど、出てきてませんでした。なのでちょっとこちらはね、また別の機会で紹介させていただきます。はい、という感じですね。近況報告というよりはなんかブリードルーム紹介みたいになりましたね、すみません。で実はですね、ある程度動画取りだめしてたので、また近々ね、動画出すと思います。でね、あの冒頭でお話ししたリンちゃんなんですけどもね、まあね、そのうち連絡あるでしょ。そしたらね、久々動画に出てもらいたいと思います。あの昔からね、りんちゃんを知ってた方は、あのぜひお帰りと言ってあげてください。ということで今回は以上ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。越冬しないように頑張ります。